大分市の田野浦ビーチで今日中学生が清掃活動を行いました。これは県内で運送業などを営む躍進グループが、環境への取り組みとして付属中学校と毎年実施しています。午前中から30度を超える暑さの中、参加者はザルなどを使ってゴミを拾っていました。プラスチックとかも目には見えないけど、スコップとかで拾ってみると落ちてたので、なんかびっくりしました。 身の回りのことからきれいにできていければなと思います躍進グループは身近な環境問題に関心を持ってもらえたらと話しています